この夏、メルカリで買ったスピーカーユニットを使って、サブウーファーを作ってみました。一応、完成したので、結果を整理しておきます。サブウーファーはでかいので、ディスプレイの裏側に置こうかと思っていましたが、おそらく音が壁や机の天板に反射する影響が大きく、周波数特性が悪くなってしまうので、直接音がメインになるように、左側スピーカーのスタンドの位置に置いてみました。 メインスピーカーはデートンオーディオの A5X です。スタンドに置いている時からスイーター位置が耳位置に近くなるように上下逆さまに置いて使用しています。左のスタンドを使わずにサブウーファーの上に置いたので少し左右で位置がずれてしまっています。サブウーファーを使うとメインスピーカーの定域は使わないことになります。 メインスピーカーの定域はバスレフポートから出ているので、ここに吸音材を入れて、密閉型に近くなるようにしました。完全には塞げていないのと、吸音材が出っ張っていて格好悪いので、後で改善しようと思っています。バスレフポートに吸音材を入れた効果です。63Hz のピークがバスレフポートから出る音のピークと思われます。7デシベルぐらい落ちているので、一定の効果はありますが、もっとしっかり塞ぎたいところです。 132Hz のピークも2デシベルほど落ちています。バスレフポートがあると、ユニットのピークも増加する理屈なので、ここが下がっているのも自然だと思います。ただ、この 63Hz や 132Hz のピークは、スピーカーそのものの周波数特性ではありません。この部屋の天井高さや広さの寸法から、ちょうどその位置に部屋の音響の共鳴周波数が存在することがわかっているので、静在波の影響で、 これらの周波数が音圧ピークになっていると考えられます。サブウーファー単体の周波数特性を計測してみました。写真の通り机の上に置いた状態で、リスニングポイントにマイクを置いて計測したものです。密閉型のスピーカーでは、FS 以下の周波数では、12デシベル、オクトで音圧が下がるので、それに近い特性にはなっていますが、14デシベル、オクトぐらいになっていて、エンクロージャーの性能が悪いのかもしれません。 例えば、少し空気が漏れていて、1位層の音が漏れているために、ユニットから出る音と打ち消し合っているとか、このエンクロージャーは補強したり、吸音材入れたり、ユニットを交換したりできるように、マッフル版と背面版はネジ止めになっていて、接着していないので、そのあたりの影響があるのかもしれません。60から 100Hz ぐらいの音圧が思ったよりも低い、というか理想的な周波数特性の形とずれています。 この特性はスピーカーを置く位置を変えると、大きく変化することが分かっています。また、ユニットの近くで計測すると、理想的な特性に近い周波数特性になることも確認しています。おそらく、部屋の壁や机の天板の反射音とユニットから出る直接音の干渉で特定の周波数の音が小さく聞こえるのだと思われます。 こういったところから、デスクトップオーディオの場合、椅子の位置から近いところにスピーカーを置いて、直接音が支配的になるようにするしかないと考えて、机天板上に置くことにしました。メインスピーカーとサブウーファーを同時に使用した場合の周波数特性を計測しました。クロスオーバー周波数は 120Hz にしています。 ハイパス、ローパスフィルターは、デートンオーディオの DSP408 を使って適用していて、アナログのフィルターは使っていません。4時のリンクウィッツライリーフィルターを使っているので、24デシベル、オクトと、かなり急に音圧が減る特性でメインスピーカーとサブウーファーをつなぐことができます。100Hz 以下の低域側のレベルが低く、132Hz のピークが大きい状態です。 340Hz に深い谷がありますが、これはメインスピーカー側の音が何らかの干渉によって発生しているものと思われます。とりあえず、サブウーファーとは関係ないはずなので、無視して進めます。e s p で、サブウーファーのゲインを上げ、メインスピーカーとサブウーファーの 132Hz のレベルをマイナス 6DB しました。これでかなり理想的な特性に近づけることができ、まずまずの結果となりました。 もう少し低域側のレベルを上げたいのですが、工述の問題でやめています。これまで使っていたメインスピーカーアダム A5X 単体と試作サブウーファー併用時を比較しました。サブウーファーと DSP によるゲイン補正でメインスピーカー単体よりも低域が出るようになり、周波数特性もフラットになりました。 メインスピーカーだけで、DSP で低域ゲインを上げることも可能なのですが、その場合は、かなりのゲイン増加が必要になり、バスレフポートからものすごい空気が流れ出て、壊れるんじゃないかって感じになります。もともとがバスレフポートの共鳴で無理して低域を出しているので、それよりも低い周波数を出すことは原理的にできないと思います。サブウーファー併用で、実際に曲を聴いてみても低域が出て、いい感じでした。 最後に課題です。通常音楽を聴いている限り、あまり気になってはいないのですが、サインスイープ時の歪みを計測してみると、かなり大きいことが分かりました。また、音量を上げると、歪みがどんどん大きくなっていきます。ただ、音量を上げると言っても、再して大きな音ではないので、ユニットの設計上の制限ではないと思われます。 一般に歪みが1%以下だと優秀なスピーカーと言われるようなので、20%もあるのは異常だと思います。エンクロージャーの問題かもしれないと思い、ユニット単体で計測しても、音量を上げると同じように歪みが増えることを確認しているので、ユニット単体の問題だと思っています。このユニットは、メルカリで中古品を買ったものなので、もしかすると不良品、故障したものなのかもしれないですね。 早くもユニットを交換したくなってきました。左側にサブウーファーを置いているのに関しては、曲を聴いている限り気になりません。人間の特性として、低周波の方向を感知することができにくいからだと思います。とはいえ、右にも置いて、スリーウェイスピーカーにしてしまいたいですね。まあ、ユニットは置いといて、エンクロージャーの面取りと塗装をしてみようかと思っています。ご視聴ありがとうございました。 コメント欄でアドバイス等をいただけると嬉しいです。